今ここでなんか社会人いる？ちゃんと会社行ってる人。どう？日本の会社は。どんな感じ？なんか会社中で定例とかある？なんか同じ会社の人となんか定例とか。みんな人気ないの？かわいそう。おじさんしかないよ それは、それはしゃあないね。いやいや、今、学生もちゃんといるけど、会社ゴミって言ったら、もう辞めちゃうよ。みんなニートになっちゃうよ、これ。会社はめっちゃいいところだよって言って。ダメか。ニートが羨ましい。まあ、その気持ちはわかる。